皆さん、こんにちは。日本語の先生のりこです。今日は私が夏休みの旅行中に読んだ本、読み終えた本、飛行機の中、電車の中、移動中に読んだ本について話したいと思います。皆さんは最近本読んでいますか私は川上美恵子さんのヘブンという小説を 夏休みの読書として選んで旅行中に読み終えたんです。川上美恵子さんの Heaven。面白いことに日本語の本が手に入らなくて英語。英語に翻訳されたバージョンで英語で読みました。テーマはとても重いです。なぜなら、いじめ。いじめ。 えー、とても読みやすいと思ったんですが、まずこの本を読むきっかけは、私のコミュニティ、ジャパニーズ s e t o g のコミュニティの生徒さんが、この本を読んだ。ですね。英語で読んで、そして日本語でも読んでみたいという話だったんです。えー、テーマは重いけど、まあ、とてもいい本。とても考えさせられた本。と聞いて、あ、私も読んでみたいと思ったんですね。 なぜなら、いじめ。え私は以前シーズン1のポッドキャストの中で中学生の時にいじめられたんだということを少しだけ話しました。とてもこのいじめというトピックに興味があるんです。私もいじめられたからです。はい。えー、そしてね、この本、まあ、英語で読んで旅行中ずっと読んでいたので本当にすぐに読み終えてしまったんですが、いや、 本当に、本当に重いです。暗いです。クラスメートから本当に陰湿でひどいいじめを受けている男性男の子が主人公なんですね。ちょっとネタバレですが、ある日突然、この主人公の筆箱の中に手紙が入っていたんです。で、この手紙は、 あなたと友達になりたい。私たちは友達になるべきだ。みたいな内容の手紙で、この主人公の男の子はびっくりするんですね。これも何かのいたずらか、いじめか、不安、不信感が出てくるんですが、でも手紙がどんどん届く。そしてこの手紙を書いた人と実際に会う。会ってみると、手紙を書いていたのは同じクラスの小島という少女だったんです。 この小島という少女も主人公の男の子と同じようにクラスメイトからひどいいじめを受けているんですね。そして同じいじめ、ひどいいじめを受けている者同士が仲良くなっていくんです。手紙のやりとり、実際に会って出かけたり。はい。まあ、それが最初の頃なんですが、えー、すごくね、読んだ時に、 哲学っぽいというか、いじめへの考え方。何がいいのか、何が悪いのか。人として何がモラルなのか。すごく考えさせられる本なんですね。内容なんです。日本では、いじめって多分よくあることなんですよね。 うん。いじめをテーマにした漫画だったり、ドラマだったり、映画だったり、あるじゃないですか。実際に私もいじめを受けた。まあ私はそんなにひどくはなかったですね。暴力を受けたことはなくて、しかと無視をされたんですね。ある日突然、グループの中に入れてもらえなくて、誰でも私の話を聞いてくれないというか、話しかけてくれない。無視された。ということがありました。え実はですね、 私の妹も中学校何年生の時かね、ちょっと覚えてないんだけれども、いじめを受けたことがあって、妹の場合はもうちょっと陰湿でした。なぜなら、教科書。妹が学校に置いていた教科書がビリビリに破られていた。 うん、でね、私の時は、私まあどうでもいい、強い性格だったので、まあ一家一人でもいいと思って、全然先生にも言わなかったんだけど、私が妹、私の妹のケースの場合は、やっぱり教科書がビリビリに破られていたので、先生が気づいてですね、先生が、まあ私の親を呼びました。 でも実際誰がビリビリに破ったのか、誰がそんなことをしたのかまで分からなくって、まあそういういじめみたいなことがしばらく続いたのが妹のケースだったんですね。で、小説、このヘブンの場合は、もう力の暴力のいじめをたくさん受けているんです。この男の子も女の子も。例えば、あの、何か変な液体を飲まされる。 無理やり飲まされるとか、なんかロッカーの中に閉じ込められるとか、殴ったり蹴られたり、頭をどつかれたり、というような、暴力をたくさん受けているんですね。そして、物語の後半には、本当にこれが一番ひどい、リンチ、リンチです。血だらけになるぐらい、殴る蹴るをされて、でもこの主人公の男の子は、何もできないんです。まあ、病院には行くんだけど、 あの、まあ、自転車にぶつかっただったかなあの、自分で怪我をしたみたいな言い訳をして、このリンチを受けている、いじめを受けたということ誰にも言わないんですね。最後まで実は誰にも言わなくって、まあ、最後の最後で自分の母親にいじめを受けていたんだ、受けてるんだっていうことを告白するんですけど、それは本当に最後の最後なんです。 はい。だから、物語の最初からまあ後半までほとんどが陰湿ないじめの描写が続いて、私は胸が苦しくなりました。うん。えそして、このいじめへの考え方も、このお男の子と女の子の小島の間で違うんですね。さらには、いじめをしている 悪い男の子の話も出てくるんですが、彼はいじめを正当化してるんですね。うん、この三人のそれぞれの立場の考え方がとても違っていて、一口、一言でいいか悪いか、善か悪かで考えられない深い内容になっています。はい。いじめをするのが悪い。はい、悪い。私もそう思う。 だけれども、当事者の間では、そう単純じゃないんですね、うん。そして、この女の子はですね、いじめにも意味がある。すべてのものに意味があるみたいな考え方をするんです。だから、私たちがいじめられてるのにも意味があって、この経験が何か将来につながると考えている。うん、何か深い深い考えがそこにはあるんだけれども、 私にはなんだか理解できないというか胸が苦しくなりました。自分がいじめられた経験が蘇って苦しい気持ちになって最後まで読み終えたという小説でした。うん。読みやすいから私、あの、JLPT の N2 以上のレベルの人におすすめしたいんですけれども内容がね、ちょっと、ちょっと暗すぎて。はい。なので、あの、そういう 内容が暗くても読んでみたいという方にはおすすめしたいと思います。うん。そしてタイトルが Heaven. 天国。うん。まあ、最後の最後はどうなったかよくわからない終わり方なんですね。でも、なんとなく、この主人公にとって未来が明るくなっているような、まあ、ちょっと本当にもう一つの、あの、ポイントは話さないんですけど、で大きなもの。 あの、出来事がもう一つあるんですが、これは話しません。ネタバレになるので。でも、それを考えると、最後の最後で、この主人公は、自分のヘブンを探すことができるんじゃないかな。何か、明るい未来が残されているような終わり方でした。うん。あの、皆さん、どの世界にも、まあ、どの国にも、いろいろな社会に、 権力がある人とない人。強者と弱者。選ばれた人とそうでない人。なんかいろいろ社会は分かれていますよね。そういう話なんです。はい。あの主人公はいじめられるという立場に選ばれてしまって弱者として描かれていて、そこにはいじめる強者がいて、 権力を持っているものがいるわけですね。えー、そして、まあ、主人公の僕は、実は、障害を持っているんですね。この障害。選ばれた人と言うべきか。障害を持つ者と持たざる者。障害者と障害者じゃない人たち。いろいろな、社会の、現実。うーん。 あの、本当に哲学的で深く考えさせられる本でした。川上美恵子さんのヘブン。皆さん興味があったら、英語訳もあるので、英語バージョンで読んでみるのもいいと思います。はい、今日は以上です。